国の幕開け。暗黒時代、それは球団史の中で長期間にわたり下位に低迷し、暗く影を落とした時代。巨人やソフトバンクのように短期間で持ち直すチームもあれば、 TBS 時代の横浜のように低迷が長期化し暗黒時代に突入してしまうチームもあるんです。そこで一つの疑問が生じました。暗黒時代に突入してしまうチームの共通点とは一体何なのか。というわけで今回の動画は暗黒時代に突入してしまったチームの特徴を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。近年の暗黒チーム、近年の暗黒時代を経験したチームがこちらです。これら5つのチームに共通しているのは、暗黒時代突入前は優勝しているという点です。赤色の背景が暗黒時代です。どのチームも暗黒時代突入前は比較的近い年に優勝しています。光あるところに影あり、優勝という輝かしい栄光の裏にも暗黒時代は着実に迫ってきていたんです。そこで今回は優勝から4年以内に暗黒入りした阪神、横浜、中日を短期型、広島、オリックスを中期型に分類し、短期型の3チームの優勝から暗黒時代突入までの間に起こった出来事を振り返っていきたいと思います。阪神タイガース、日本一を達成した1985年から暗黒時代幕開けの87年まで振り返ります。1985年、今年はバース、掛布、岡田をクリーンアップに据えたニューダイナマイト打線が爆発し、チーム打率2割8分5厘、得点数731はリーグトップ、チーム本塁打数は当時のセ・リーグ記録となる219本を記録し、チーム防御率 4.16 でリーグ4位だった投手力を超強力打線がカバー、見事にリーグ優勝を果たし、日本シリーズでは当時黄金時代真っ只中の西武を撃破、球団史上初の日本一に輝きました。1986年、今年もチーム打撃成績はリーグ1位、投手成績も順位が1つ上がり3位に。しかし4番の掛布選手が骨折で長期離脱、バース選手以外スタメン全員が前年を下回る成績に終わり、チーム打率は1分以上低下、得点も200点近く減少したことで打線が投手力をカバーできなくなり、順位も貯金なしの3位に終わります。そして1987年、開幕早々7連敗を喫し、6月の遠征では竹之内コーチが吉田監督に造反して1人嫌犯し、その後退団する事件が起こり、その後も大型連敗を繰り返すなど低迷。結局このシーズンは41勝83敗、勝率3割3分1厘、首位巨人とは 37.5ゲーム差、5位太陽にも15ゲーム差離され、ダントツの最下位、勝率3割3分1厘は現在でも球団史上ワーストです。まさに天国から地獄、日本一からわずか2年での転落劇に、当時の監督だった吉田芳雄氏は後年のラジオで一言で言いましてね、優勝したでしょう、3年目ですからね、それじゃどうしても優勝したチームを中心に臨みたいという気持ちがありましてね、だんだん年も取ってきますんでね、大きく若手に切り替えられなかったっていうのが敗因だったと思いますねと語りました。その発言の通り、87年のベストオーダーは日本一に輝いた85年と全く同じ布陣となっています。しかし2年の時を重ねた選手たちの衰えは顕著で、チーム打率2割4分2厘、得点437はダントツのリーグ最下位、また吉田監督が同解したんですわと語る投手陣を見ても、チーム防御率はリーグ5位の 4.36、 先発投手全員の負けが先行し、エース池田投手に至っては負け越し8の防御率 6.10、 後ろの投手を見てもこれまで中継ぎ陣を支えた福間投手、山本投手が衰えを見せ、中西投手も安定感に欠けるなど、まさしく倒壊でした。そしてシーズン終了後、吉田監督は解任され、この年から15年にわたる暗黒時代の幕開けとなったんです。横浜ベイスターズ、日本一を達成した1998年から暗黒時代幕開けの2002年までを振り返ります。98年、今年はリーグトップのチーム打率2割7分7厘を記録したマシンガン打線が猛威を振るい、投手陣もエース野村投手、三浦、斎藤隆、川村投手の先発4本柱と絶対的守護神佐々木投手を中心とする救援陣の活躍により、チーム防御率リーグ2位の 3.49 を記録、投打が神合い、38年ぶりのリーグ優勝日本一に輝きました。1999年、今年は前年よりも増して打ちに打ちまくり、リーグトップのチーム打率2割9分4厘、得点711を記録、しかしチーム防御率は 4.44 と前年より約1点も悪化し、リーグ5位に落ち込みました。日本一を支えた強力中継ぎ陣のメンバー、横山、島田、五十嵐、青野投手が全員打ち込まれ、守護神の佐々木投手も故障で長期離脱、またエース野村投手が左肘痛のためシーズンを棒に振るいました。シーズンオフには佐々木投手がマリナーズに移籍、ロッテから小宮山悟投手が加入しました。2000年、この年のチーム打率はリーグトップの2割7分7厘、得点576、チーム防御率は 3.92 でリーグ4位、
今年の主な出来事をまとめると、5番駒田選手の衰えが顕著となり今年限りで引退、2番春選手が故障で長期離脱、進藤選手からポジションを奪った金城選手がブレイク、ルーキーの木塚投手が活躍、前年17勝の河村投手がこの年から先発として機能しなくなる、そしてシーズンオフには4番ローズ選手が退団、この年限りで権藤監督が退任しました。2001年、西武黄金時代の監督だった森正明氏が新監督に就任、この年のチーム打率2割6分7厘、得点567はリーグ4位、チーム防御率 3.75 はリーグ3位。この年の主な出来事は、先発の斉藤隆投手を抑えに配置転換、春選手を中日にトレード、そしてシーズンオフ、2年連続2桁勝利の小宮山投手がメジャーに、そして多くの OB が暗黒時代突入のきっかけと語る正捕手谷繁捕手が中日に FA 席しました。そして2002年、チーム打率2割4分、得点472はいずれもリーグ最下位、チーム防御率 4.09 もリーグ5位、吉見投手が台頭するも先発に価値がつかず、前年活躍した中野渡、木塚、竹下、森中投手が揃って打ち込まれ中継ぎ陣が崩壊、打線も金城選手が打率1割7分の大不振、また98年、日本一中心選手の石井拓郎、鈴木貴則、佐伯貴弘選手の成績が低下、首位と 35.5 ゲーム差、5位と21ゲーム差離され、ダントツの最下位に沈み、森監督はシーズン途中で休養、暗黒期の幕開けとなりました。中日ドラゴンズ、日本一を達成した2011年から暗黒時代幕開けの2013年までを振り返ります。2011年、チーム打率2割2分8厘、得点419はいずれもリーグ最下位、しかしこの年は統一球の影響で歴史的な投稿打点、セリーグ得点1位のヤクルトが484なので、それほど差はありませんでした。一方投手陣は吉見、ネルソン、チェン投手の先発3本柱、シーズン MVP の浅尾投手、絶対的守護神岩瀬投手を軸とした強力中継ぎ陣により、チーム防御率はリーグ1位の 2.46 を記録、典型的な守り勝つ野球を体現し、セ・リーグを2連覇しました。しかしこのシーズン限りで在任7年間で4度のリーグ優勝に導いた名将落合監督が退任、シーズンオフには左のエースチェン投手が MLB に移籍しました。2012年、高木森道新監督が就任し、ユニフォームも一新されたこの年は11年連続 A クラスとなる2位、チーム打率はリーグ3位の2割4分5厘、得点は423でリーグ4位、チーム防御率はリーグ2位の 2.58 でした。この年の主な出来事は、山内投手がチーム唯一の規定投球回到達、10勝上げブレイク、ルーキーの田島投手が大活躍、しかし浅尾投手がこの年から右肩右肘の不調に悩まされ、前年開幕投手のネルソン投手は故障のため調子が上がらず戦力外、シーズンオフにはエース吉見投手が手術、4番ブランコ選手、セットアッパー操作投手、先発の一角外投手が DeNA に移籍しました。そして2013年、高木森道監督2年目のこのシーズン、いきなり開幕ダッシュに失敗し、5月の日本ハム戦では高木監督と井端内野手がバックホームの中継に入る入らないで口論になる事件が起こるなど、不穏な雰囲気が漂います。その後一時は3位に浮上するも、広島との A クラス争いに敗れ、12年ぶりの B クラスに沈みました。チーム打率2割4分5厘は前年と変わらないものの、他の5球団が軒並み上昇したためリーグ最下位に。この年の主な出来事は、黄金時代を支えた洗い場の衰えが顕著に、手術明けのエース吉見投手が右肘不調のためシーズン棒に振る、2010年ドラ1の大野投手が台頭、山内投手の不振と故障、そして今シーズン限りで高木監督が退任、暗黒時代の幕開けとなりました。まとめ、というわけで3球団優勝から暗黒時代突入までの出来事を振り返りました。各球団暗黒突入の共通点をまとめると、世代交代の失敗、主力選手の退団、主力選手の致命的な故障、何かしらの事件、大きく分けてこの4つが挙げられます。順に説明していきます。世代交代の失敗、暗黒時代に突入するチームは必ず世代交代に失敗しています。本来なら主力のベテラン選手が不振に陥った時点で若い選手と入れ替わり、その選手が新たな主力となるのが理想です。この暗黒3チームの優勝時スタメン平均年齢は、阪神 30.1 歳、横浜 29.1 歳、中日が 32.9 歳でしたが、暗黒時代初年度は阪神 31.1 歳、横浜 32 歳、中日 33.8 歳と3チームとも年齢が上がっており、優勝時のメンバーが衰えてもなおスタメンに居続けていることが分かります。裏を返せば若手の突き上げがないということですが、各チーム優勝から遡って5年間で上位指名した選手を見てみると、こちらになります。選手評価は里崎指数を用いており、 S は黄色、 A はピンク、 B は赤色にしています。なお移籍先の評価は含んでいません。
まず阪神から、一見成功に見えますが、 S の選手は1年だけ飛び切り良かった選手か、堅守高打タイプしかおらず、エースや4番といったチームの核となる選手は生まれませんでした。続いて横浜、 S が0という壊滅的な結果となっており、 BB の投手は全員中継ぎ投手で、野手は古木選手のみ。先発投手、野手が骨抜きとなり、2002年の頻打倒壊を招きました。続いて中日、高橋周平選手が SS となっていますが、ブレイクは2018年、ここには載っていませんが、2006年ドラフトで3球団競合となり、期待されていた堂上直道選手、2010年ドラフト2位で背番号3が与えられた吉川選手が伸び悩み、2013年に衰えが顕著だった洗い場にとって代わる若手の二遊間は生まれませんでした。また横浜芳美投手や中日山内投手など台頭した選手が短命に終わったことも世代交代失敗の一つです。塩木選手の対談、これは横浜と中日です。まず横浜、99年オフに絶対的守護神佐々木投手、2000年オフには不動の4番ロバート・ローズ選手が対談。それでも2001年は3位にとどまっていたものの、このシーズンオフに正捕手の谷繁捕手が中日に FA 移籍、そして12勝を挙げた小宮山投手がメジャーに挑戦。チームトップのホームランを放った正捕手と1年間ローテを計算できる先発投手が流出したことで、2002年の横浜は頻打倒壊を招き最下位となりました。中日、チェン投手が抜けた2012年は2位にとどまるも、シーズンオフに4番ブランコ選手、セットアッパーの操作投手が DeNA に移籍。じわじわと主力の外国人が抜け、戦力ダウンとなりました。主力選手の致命的な故障、この暗黒3チームはいずれもチームの核となる4番やエースが致命的な故障に見舞われています。阪神不動の4番掛布選手が86年デッドボールにより手首骨折、掛布氏曰く、この骨折以降怪我を言い訳にする弱い自分が出てきてしまったといい、その後復帰してもかつての打棒は戻らず、88年に現役引退となりました。横浜、エース野村投手は99年春のキャンプで左肘を故障、5月に手術しました。しかし手術後も往年のピッチングは戻らず、2002年に現役引退となっています。中日、2011年に200イニングを投げ10勝をマークしたネルソン投手が翌年故障のため調子が上がらずに解雇、2011年シーズン MVP の浅尾投手も2012年に突如原因不明の急速低下に悩まされ登板数が激減、そして12年オフにはエース吉見投手が右肘を手術、13年には開幕投手を務めるもその後は右肘の針により6月にトミー・ジョン手術を受けました。何かしらの事件、暗黒突入前の3チームはいずれも何かしらの事件が起きています。阪神、コーチ造反、87年6月の札幌遠征中に竹之内コーチが吉田監督に造反して一人帰還し対談。横浜、森監督と谷繁捕手の確執、森監督は谷繁捕手のリードに対してあのリードはねえよなとベンチでぼやいていたと言い、谷繁捕手はそれを一つ手に聞き森監督に対して不信感が芽生えていたと言います。また谷繁捕手は自分に代わって若手の相川捕手を正捕手に据えたいという森監督の思惑が見えていたこともあり移籍を決断したとのことです。中日、高木監督と井端内野手の口論、2013年5月15日の対日本ハム戦、7回表中日1点のリード、2アウトランナー2塁の場面で日本ハム稲葉選手が放ったセンター前ヒットで2塁ランナーが生還、同点となりました。この時センター大島選手のバックホームが弱く、本来ならファーストがカットに入らなければならなかったのですが、ファーストを守っていたクラーク選手はカットに入っていませんでした。その後井端選手がベンチに戻ってくるなり、高木監督がなんでカットに入ってないんだと激怒、ファーストじゃないんですか、ショートが入るのが普通だろう、そこからはもう間に合わないですよ、入ってないのは入るのがプロだと言われ、井端選手は頭に血が昇り、まずファーストに怒るんじゃないですかと捨てゼリフを吐いた後、帽子をベンチに叩きつけ壁を蹴った後ベンチ裏に引き上げました。するとその様子を見た高木監督はエキサイトし、井端選手を追いかけ攻撃、中日の選手が止めに入りました。井端選手は高木監督に歯向かった理由を、高木監督が就任挨拶の時にお前らは監督に反発するとかそういうのがないから、俺なんか現役時代監督と揉めて3回ぐらい試合中に帰ったこともある、それぐらい俺に向かってきてくれと言ってたのを思い出し、今ここだなと感じ歯向かったと言います。その後井端選手は高木監督に謝罪、その時高木監督に前言ったことは訂正させてくれ、このチームで歯向かっていいのは谷繁と和田だけだと言われたとのことです。もう一度まとめると、世代交代の失敗、主力選手の対談、主力選手の致命的な故障、何かしらの事件、その他にも優勝監督の交代なども挙げられると思いますが、動画時間がめちゃくちゃ長くなるので機会があれば違う動画で取り上げたいと思います。というわけで今回の動画は以上となります。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。